はい、ですこんにちはどうも今日はですね、ディズニーのパークチケットの今後の発売スケジュールが変更になるというそういうニュースをお伝えします。はい、パークチケット、今発売ね、ほぼ毎週水曜日、毎週金曜日発売してますけども、これがですね、来年の2022年の1月の5日水曜日から、これね、 2ヶ月先の同日分のチケットを毎日14時に発売するという、そういうスケジュールになります。まあ、なのでこれ分かりやすいですよね。はい、ここにサンプルありますよね。はい、例えばね、来年の3月5日のパークチケット欲しい方は、2ヶ月前の同日なので、1月の5日発売です。で、3月6日のチケット欲しいなーっていう方は、 1>, 1月6日にチケットが発売しますなので2ヶ月先の同日そうやって覚えておくと分かりやすいですねいやーなのでこれね分かりやすくなりましたねシンプルになりましたこれちなみにねこれまではどうだったかというとまあ原則ですね毎週水曜の14時に1ヶ月先の1週間分のチケットの発売でしたよね で、これがですね、このね、11月、12月ぐらいからですね、ちょっと発売スケジュールが変則になって、この1月とか2月とかね、そういう12月のチケットはなんか変則でしたよね。新金が金曜日で、確か追加が水曜だったかな。なんかややこしかったですよね。なので、ややこしかったので僕もですね、なんかいいやって感じで、ちょっとね、あの、こんがらがってました、はっきり言って。はい、それがですね、すごくシンプルになって、もう一回言いますよ。 来年の1月5日水曜日から今後は2ヶ月先の同日分のチケットを毎日14時から販売開始と販売となりますと。まあ、なのでね、これ1ヶ月先だとちょっと予定が組み方かったですよね。なので2ヶ月先になったのでこれだいぶ予定組みやすくなりましたよね。やっぱですね、チケットの手配と休日の申請ってやっぱ順番がありますから これはですね、あのかなりね、買いやすくなった、行きやすくなったっていう方多いと思います。で、ちなみにですね、この2ヶ月先がないカレンダーありますよね。日付がないところ。まあ多分これはね、1日になると思いますよ。例えばね、えっと、例で言うと、4月の29日、4月の30日。このチケットは2ヶ月前の同日なんで、そうすると、 2月29日とかね、2月30日になるんですよね。当然そんな日はないので、まあそうなると3月1日発売になると思います。まあ多分そうなると思います。はい。なので、これはね、ちょっと各自確認してみてください。はい。今日の動画はこれで終わりなんですけども、まあそんだけど寂しいので、ちょっと最近のチケットの発売に関してなんか思ったことなんかを述べてみたいと思います。最近チケット買いやすくなってますよね。 特にね、1月とかすごいんですよ。まあさすがに冬休みとかね、それとかバッテンついてますけども、これ、あの平日とかですね、あと土日、これ1月、ランドも C も結構これ今買えるんですよね。かなり買いやすくなってます。で、2月もですね、結構バツはついてて、あれ、1月あんな丸なのに2月バツばっかやんって思うかもしれませんけど、 まあ多分これですね、2月もですね、またこれ再発売おそらくすると思いますよ。まあでもこれね、チケット買えるのは嬉しいんですけども、まあその分ですね、人が増えれば増えるほど、まあ結局ですね、まあトラク乗れない、まあグリキャラクターに会えない、グッズ買えない、でレストラン、フード食べられない、で、ショーとかね、見られないっていう風に、まあ結局はそういうまあ、 リスクも大きくなるので、まあ、チケット買えて嬉しいんだけども、そういうリスクも大きくなるんで、まあこれ、いたしかゆしって感じですよね。まあどっちがいいんだろうね。空いてるパークはね、何でもサクサクできるけど、まあチケット買えませんよね。はい、チケット気軽に買える分、できないできないって、まあ今ちょっと多いかな。 まあこれ別に動画ね、あの作りましたけども、まあ結局ね、これ感染症対策でいろいろなものが制限されてるので、まあなのでそういうふうにね、できないできないできないってなっちゃってるんですよね。まあなので今はある程度そういう覚悟ができてる、まあ人が行くところかなと思います。まあそれに関しては動画作ってますのでよかったらそっちの動画を見てください。 はい、とりあえずですね、来年の1月、来月のね、はい、1月5日水曜日から今後については、2ヶ月先の同日分のチケットを毎日14時から発売するという、まあそういうスケジュールになりますよという、はい、そういうニュース動画でした。はい、今日の動画以上になります。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。